ホムンクルスを作り出す錬金術師。ホムンクルスとはヨーロッパの錬金術師が作り出す人造人間及び作り出す技術のことである。製法はルネサンス期の錬金術師パラケルススの著作でナトゥーラ・レルムによれば上流期に人間の生液を入れて40日密閉し腐敗させると透明で人の形をした物質ではないものが現れる。 それに毎日人間の血液を与え、馬の体内と同等の温度で保温し、40週間保存すると人間の子供ができる。ただし体育は人間のそれに比するとずっと小さいという。ホムンクルスは生まれながらにしてあらゆる知識を身につけているという。また一説によるとホムンクルスはフラスコ内でしか生存できないという。パラケルススは コムンクルスの生成に成功したとされる。しかし、彼の死後、再び成功した者はいなかったという。アレスター・クローリーは著作、ムーン・チャイルドの中で、前述のような人工生命体としての解釈を、誤りであると主張している。これは、彼との交流によって描かれたサマセット・モームの小説、魔術師に対する反論の意味合いが強いとされている。作中提示される。 ホムンクルスの製造法は一般的なものとは違い赤子の体内に霊を導き入れて創造するという方法である。18世紀から19世紀のドイツの文人、ヨハンボルフガング・フォンゲーテは自身が生み出した儀曲、ファウスト第二部第二幕の中でこのホムンクルスを題材に取り上げている。キリスト教ではこの技術は創造主である神。 ヤファウェの領域に人間が足を踏み入れるものとして恐れられている。世界大百科事典第2版の解説。コトバンク。2018年2月18日閲覧。錬金術と錬金術師に引用されたラテン語でナトゥーラレルムの訳。錬金術。ありがとうございます。